ジャニワカちゃんです。いらっしゃー。さあ、この番組はキンプリについて2人で面白おかしくおしゃべりしておりますので、ティアラの皆さん、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。今回ですね、はい、なんと高橋海人君と永瀬廉君、はい、2人のハマっているものが偶然一緒だったんですよ。おお、なんだろう、ハマってるものが、ということでですね、はい、何と思ったんですか。言うかのようなテンションだけど、はい、なんかゲームとか。違います、盆栽です。出た、殿下の音。ほんまにね、もう一個ぐらい出してよ。何だと思います。いやいや、もや聞いちゃったら盆栽やろ。そうそうそう、盆栽、盆栽で偶然二人ともが盆栽のまってるの。俺ではそれや、はい、なんか知り合いに偶然二人とも盆栽のまったんじゃないかなと。ああ、なるほど。思ってるんやけど、それ違う番組で、はいはい、一緒に行ってみたいな、はいはい、なのかな。しかも高橋海人君の盆栽だけ花が咲いてるらしいんですよ。え、そうなの。そうで、それを聞いた永瀬廉君がうまーって言ってて、育てんのうまーって。驚いてた。やっぱ盆栽難しいらしいですよね。やってみたいですよね。ね、ティアラの皆さんもね、うん、もしあれだったら、うん、キンプリに近づくために盆栽を作るのもいいんじゃないかなと。やってみたい。盆栽か。盆栽いいんじゃない？うち猫いるからね、もう一瞬で落とした終わりみたいなのありそうで。ああ、そっか、いたずらしちゃうのか。いたずらしちゃうような気がするというかね。あ、そっか。いや、めっちゃ高いじゃないですか、盆栽。ああ、そうやね、まあ、ピン切りとは思うけど。あ、売るんすかね、安いの、うん、それも高かったら何百、うん、何千万かするもんな、ね、この形がどうとか、ね、奥深いんじゃないですか。そう、わからんもんな。わからない。いや、ほんで、うん、調べたんよ、俺。その高橋海人君が花咲いたっていうから、はいはいはい、盆栽に花咲くイメージなくて。確かに、確かに、そうですね。それ、うん、逆になんか、うん、違う、間違えてんじゃないかなと思って、高橋海人君。はいはい、2人やから、2人ともそのまま勘違いしてるんじゃないかなと思って。なるほど。あ、調べたね。もし、なんか神宮寺君とかおったら、それ違うよとか、やってくださいけど。一応調べたら、花咲くのもあるらしくて、うん、盆栽。盆栽によってもってことか、木の種類で。そうそう、はい、普通に花とか咲くらしくて、はいはい、なんかその疑った、2人疑ったことを、申し訳ございません。謝罪と返させていただきます。謝罪と返させていただきます。それは、そういう種類もあるんや。あるらしくて。それ、馬って言ったように、はいはい、なんか馬くないと咲かないっていうのがあるんですかね。やろうね。ね。まあすくすく育ってるっていう証拠だから、うん。ああ、そうか、そうか。高橋海人君は優しくなんか毎日話しかけてそうやもんね。ああ、確かに。確かにイメージがね。イメージ的に。うん、暑くないかいとか。ああ、そうそうそう。水もちょっといるかいとかね。そう。興味ありますか、そういう。そうだね。うん、若干興味は出てきてますけどね。おお。盆栽まではいかんけど、まあ、植物を育てたいなっていう、うん、若い時とか植物なんかどうでもいいと思ったけど、うん、なんかだんだん、まあ、流行りもあるけどね、おなんか植物を育てるっていうやっぱ流行り、はい、ありますよね、なんかサボテンブームが来たりね、なんかね、ちょこちょここういう種類が今流行ってるじゃないけど、そう、それで、ね、まあちょっと興味は出てきてますけどね。僕もそれとこういうので、はい、大きめのやつ部屋を買って、あ、あるよね、はい、今もないんですけど、あ、今もないの、はい、もうなんか半年ぐらいで枯れてしまって、あ、そうだ、もう取り戻せなかったんで、むずっと思って、難しいよな、いや難しかった。そうそう、毎日僕ちゃんとやったり、あ、そうなんや、栄養のやつをさしたりとかっていうのをやったんですけど、うんうん、水を多すぎたんですかね、なんか土気づいたらカチカチなって、でなんかもうそっからポロポロこれ落ちてってきて、歯が、いや結構やっぱむずいよな、難しかった、ちょっとこれもったいないし、なんか申し訳ないなと思って、うん、わかるわかる、もうなんか やめようというか、わかる、ちゃんとできるようになる簡単なやつから始めようと思って、そうやんな、結構枯らしちゃうっていうの聞くもん、うん、ねえ、うん、なんか舐めてました、食物なんてそれこそ水切り抜きでたまにというか、そうそう、水ちょっとあげと毎日あげとけばいいんしょぐらい思ったけど、いやそうやねんな、植物もむずいよなね、まあ、猫もおもちゃ飼ってるから、うん、はいはい、子猫とかもやっぱり、うん、いろいろ体調とかも心配ですし、あ、そっか、動物やったら余計心配やもんな、ね、動物も大変やもんな、大変、またそれこそ、うん、新しい子猫を取りに行って、あ、そうか、言ったな、これ1ヶ月経ってないかな、うちに行って、あ、うん、もう毎日やっぱまだ怖いんですよ、あ、朝起きて家帰ってきて、ああそっか、大丈夫やね、うん、いやって泣いたらホッとするみたいな、ああそっか、ちっちゃいから余計そっか、はい、体調いつどうなるか分からんみたいなね、うん、急に今まつなってきたしとか、ああそっか、はい、季節感じるやんな、扇風機ちょっとつけていこうなとか、あまりすぎたらあかんよなとか、やっぱ
考えちゃいますね。あ、確かにな、大変やな、気軽に帰らないで、はい、今後の頃とかな、はい、親が反対するの分かんもんな。そうですよね、そうなんですよ、可愛いだけで買ったらダメですよっていうのがあるから。そういうことか。あ、でも植物も一緒ですね、命ですからね。確かに、ちょっと覚悟を持ってね、覚悟を持ってやっていかないといけません。はい、はい、ありがとうございます。